はようございます。今日の全国の天気をお伝えしていきます。まずは皆さんからいただいているウェザーリポートを見ていきましょう。まずはこのしっかりと晴れているエリア見ていきたいと思います。大分県佐伯市の方からいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。すがすがしい朝です。今日も頑張りましょう。こんだけ日差し届いていれば朝から頑張ろうって思えますよね。素敵な青空のリポートいただきました。ありがとうございます。では続いてこちらのいかにももう降りそうなリポートですね、見ていきましょう。兵庫県の佐用町の方からいただいたリポートです。雨がかなり激しく降っていますといただきました。あ、もうすでに降っているというリポートでしたね。今前線の影響で雨が降り出してきているところもありますので、この後の天気確認していきたいと思います。それでは全国の天気をアイコンで確認していきましょう。全国の天気をお伝えしていきます。今日は前線の影響で今は中四国の東部のあたりで降っていますが、この後はだんだんとその雨雲が東進していき、近畿エリアでも雨が降り出してきます。雨の強まり十分に注意をしてください。道路冠水や土砂災害などにも警戒が必要です。そして昨日強く降っていたエリアでは、この後は天気回復して日差しが届くところも多くなりそうです。そして東日本北日本ですが、今日も日本海側のエリアほど日差しが届きます。太平洋側のエリアでは雲が広がりやすく雨が降りますので、雨具必ずお持ちください。そして名古屋には猛暑アイコンがついています。北陸や東海エリアでは今日はかなり気温が上がりますので、熱中症対策もしっかりと行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日元気にいってらっしゃい。